一路三元之棒，三元飞到先生，我们要去维美纽约。上次我们回去日本的一片里已经预告好，这次我们要去北海道。我也是用一般的方法去北海的啊，有一点无聊。我们三元之棒频道的旅游节目的话，要选特别一点的方法，所以我们在这里。这里是哪里呢？大洗湖フェリーターミナル。大洗就是茨城県。这是有一个从关东到北海道游轮。游轮已经花很多时间了。但是，从这里开始花更多时间。因为飞机的话，大概应该3个小时就到。可是游轮的话，慢慢的组长。今天我们晚上7点半出发，然后明天的下午1点半抵达，大概要16个小时。哇，喂，我等个半呢，空间很小之类的话，很累吧？不用担心，因为这次我们要搭的游轮是很豪华的，比较豪华的游轮。谢谢。将来もちゃんと感謝して。谢谢。我们先要去介绍一下，这里就是港口，可以看到海边。然后我们要搭的游轮就是这个。哇！太漂亮了！サンフラワー、札幌。うわ！もう一個の町やん。全長200メートルだそうです。这里完全是要搭飞机。耶！来吗？已经下到了。哇！这里是百货公司吗？还有 elevator， 有7楼哎，这个完全不是床，是一个建筑的感觉。好，那我们现在要介绍一个一个房间。首先，大房间就是跟大家一起睡觉，不是独立的房间。失礼します。那个俊章，我们大学生的时候去合宿的时候，这种的地方吗？うわ懐かしい。地板就是畳，然后每个人都有自己的布団，然后这里的话可以放自己的行李插座，应该跟大家一起看电视，很单纯。这里的卖点当然是加钱，一个人9800日币。因为通常住一晚就需要大概10000日币，但这里的话也可以住，也可以移动到北海道，我觉得真的性价比很高。哟。最高だな俺。いや全然寝れる。人にはよると思うんですけど、こういうところは多分いびきとかがかなり聞こえると思うんですけど、僕はあんまり音に対して寛容なので。私も結構寛容なんで全然。寝れると思う。結構いっぱいになると隣の人との距離かなり近いと思うんだ。隣のこのカーテンが。あ本当だ。ああなるほどね。こういうの気になる人、あジュンちゃん。ジュンちゃん確かに音にうるさい。音にうるさいのと、あと俺がうるさい。接下来是 comfort， 跟刚刚的上一个等级。虽然这里是跟大家一起睡觉的地方，不是里面比较 comfort 一点。哦，はい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 。これが完全にあれだ。在日本有个 capsule hotel， 完全是这种的感觉。虽然刚刚也有这个 cup， 但如果比起来的话，变成完全是一个房间。而且里面有自己的电池，然后当然也有插座，还有灯光、镜子。所以女生的话，在这里也可以化妆，还有衣架。然后这个 comfort 的话，12600元起，应该在东京的 capsule hotel 的话，3000到4000日币。所以这个考虑移动费的话，还能是比较高。めっちゃいいですね。これは女性でも安心ですね。接下来是独立房间，然后这个等级就是スペリア。じゃじゃん。这个感觉完全是一个饭店的房间的感觉，然后里面有2个床，还有2个。这个房间的话，最多4个人可以一起住。哦，空调也有。因为是一个 hotel 的概念，所以在 hotel 里有的基本上都有。的电视、插冰箱，还有，当然这个，いいね。哦，すげえ。厕所跟shower。因为这是这里的话有大浴场，不是应该台湾人外国人的话跟大家一起泡澡是有一点害羞。那是这里的话可以冲澡，完全没问题。ウォシュレットもついてますよ。果然还是日本的会员。然后当然这个房间最大的魅力就是这个窗户，すげえ。哇！虽然还没出发，但已经会觉得感动。终于来到7楼，这里是 Premium。最高等级的 shower， 第二名。
すげえものがいくつか見えてしまった。あ、ハオさん、違う。こんな感じで読みてもいい。ナンホー、トゥーフー、ディー、イガ、ジョーシー、ジェリバ。よしゃばー。ハオ、上手。ナンホー、ジェリー、イエロー。上手。トイ、シャンヤオ、ゴンゾーだね。イエ、ダディエンナ。あ、あ、あった。あった、あれ。ナガマ？よ、ナガね。出ない。出ない。も、持つ？我来给你们介绍一下。じゃーん！ユーガン！你看，你不会想到哦，没想到在床上可以泡汤哎！哇，太酷，やばいぜ！じゃーん！いや、嘘でしょ？ひょー！もう今の時間、つい看到夕陽。よう、やんたいだ、夜。うわ、いいな。今はまだ出発してないから、こう茨城の街並みが見えるけど、はい、きっと夜になったら。海の夜景が見える。そして朝には向こうから朝日が昇り、そして昼になるにつれ北海道の綺麗な街並みが目の前に広がる。どうよ、こんな旅行をプレゼントされたらますます働きたくなっちゃうでしょう。この会社で恋愛じゃないですね。私今恋愛の話だって思って記念日とかで。そうですよ、来て来られたらキュンですよ。キュンだよ。だから台湾の賃流が日本旅行解禁しました。どこ行きたい、北海道行きたい。実はここにこういう景色があるなって言いながら北海道行ったらもうこれ、あら自衛粉や、自衛粉大陸自衛粉だ。みんなとアップして、お値段の方が24,400円。移動費を抜くとして東京の予算目のホテル一泊ぐらいかな。最高リガファンじゃん。在这里最高等级的スイート部屋です。これは船で1個だけ。あ、1個だけなんだ。このスイート47,700円。やばやんべー。うわ、偉人感じだわ。やんべーだ、自由だ。まずこの収納の多さね。ガンガンガンダムファンジェンワンジェン無理やん。ガンガンダムファンジェンリメンワンジェン無理よ。チェジョン。あー、なんか服とかもかけられるし、お金持ちはこうスーツとか高いもの着てるんで、主要いいか、チェジョン。いい声入りましょう。こちらどーん。おー、これ意外いいっすし、全部だと思うし、ピアスやんべー。あとなんか変なのがある。プラネタリウム。 あと北海道の流用酒。チェガイガンガンダムメイヨデシーリガクイファンソン。这个电视变大，そして这个窗，いやーいいなー。こっちにもテレビあるわ。何？こんだけテレビ見たいんだ。めちゃめちゃしっかりエリア分けされてる感じだね。カーテンがあるから仕切れるんだね。ズンちゃん、はい。这次的话，你也可以进去。有空间吗？いやマジで？これすごいね。这个厕所的感觉，完全。高级的房间，然后这个洗手台也大理石的感觉。そして何と言ってもこれ、高級お風呂。我之前介绍台北最高级饭店的时候的优雅的豪爽时间，不过高すぎて今日は泊まれなかったね。爽快の時よ。足も混ぜるし、最高。すげー。やば、広っ。この広さ。いる、この広さ。逆に。いる。強くないですか。ここでプロポーズされたら瞬殺だね。あ、もう。すぐ結婚するって。もう断られた地獄だよ。16時間船の上で気まずい空気で。逃げ場にしか。如果你们要安排特别旅行的话，可以选这个。接下来是大浴场，应该这个也是游轮的特色之一吧？因为这个不是普通的大浴场，新式展望浴场。对，应该可以看到南方风景的意思吗？大浴场耶。本当的大浴场。啊，すごい。すごい。あー、まだ来ないよ。这个很大耶，算很大了。这种大浴场是普通的，不可以放松。看，这么大的窗户，然后可以看到风景。这个，もしかしてあれある？あれあったよ。うんちゃん、ありがとう。興奮してる。ありがとう、興奮してる。最近在日本超流行的这个桑温暖，耶！熱い熱い熱い！90度，これサウナも喜ぶ温度ですね。瑞奇可以试一下，没有比这个喜欢桑温暖的两位。啊！何分ぐらい入ればいい？僕は普段9分半。ちょっと暑い弱いから7、8分。
人生初めてのサウナが今この状態に起きてる。えこれサウナ一緒に汗かこうぜ。気持ち悪い。然后大浴場だ外面浴这是什么 Handle 贩卖机可以吃冰淇淋这边没有饮料酒也非常的过啤酒的种类也很多对还有沙发还有大浴場的前面有一个按摩机这个要200日币泡澡之后在这里休息也很不错小卖部这里的话好像是跟便利商店一样有饮料还有零食等等可是比较特别一点的是可以买北海道代表伴手礼ジャガホック白い恋人还有一些ぬいぐるみパズル之类的也有衣服好像很多人在这里买零食啤酒然后在这边边看到风景边喝酒这才是这个游轮享受的方法之一的至少是六楼没有介绍这个窗上的一个餐厅ライティングです全部都有呢这边也有沙拉日餐日餐也有种类一种是和系一种是西餐然后这边也有甜点好美味そうねソフトクリームもありますここら辺はやっぱ北海道ということですねえ、純ちゃんうわ生ビールがしかも札幌クラシックやんけしかし、ベイハイターショエンディングなんか外にもね、なんかそのおつまみみたいなのいっぱいあったからさっき見たんだけど、なんかこうおつまみを買ってこう乗り込んでる人もいるから今日はもう宴がここで繰り広げられるということですよご飯、味噌汁純だ、ちゃんつーだ、どうよ、だキャッチライナー今인제근자에일찍가다니는또소위샤오펑요시판의에비프라이나좀동시에근데소위제가샤오펑요의쉔양이가에비프라이아마오샤호디죠不行샤오펑요는何これ間違えてるよバイキングの使い方いろんなものをちょっとずつ楽しめるのがバイキングなんで一個にデカデカと言うと思ういや、けれども美味しそうだったじゃないですかうん、うまっやわらか出来たてですか結構もうみんな乗り込んですぐ先にご飯食べてっていう感じで真っ先にここ向かってきてる感じなくなっちゃうからだなそうかもしれないこういうやつがいるから申し訳ございませんうんエビが大きくて美味しいこのお米は茨城のコシヒカリということで今日も来る途中で大きい田んぼあったもんねお相撲さん普通炭水化物は一つって決まってんのいや、そんなルールは私の辞書にはございません牛丼いただきますこんだけ取ってるんでうん、うん、うまっでも想像してた焼きうどんじゃなくて焼きそばのうどんバージョンです、うん、あ、これペロリですねおかわりですなんかこう見るとすごいいいディナー会場って感じデートって感じそれは多分知ってる人のねやっぱ様になってるからってことでしょうあ、そっちかお座にかけておきますこちらディナーが2000円そして傘が1200円だこれはもう絶対つけるねオープンうわー好大闻到海边的那个味道非常风很舒服可是完全看不到风景呢因为现在已经出发然后周边都是海上也没有灯光所以好像这个一段时间的话完全看不到所以应该只是很好早上日出的时候是应该最漂亮然后我们日出的时间要起床了现在吃的是茶叶要加油やばいやばい宴会だぜ乾杯乾杯うんま札幌まだ全然札幌についてないけど今どこですかえ、まだまだ茨城なんですけど長いね16時間はそうですこの船に乗ってから一番気になった人グランプリやろあの男性陣持ち寄ったおつまみとかをこういうテーブルに広げて、うん、みんなでお酒飲んでるのめっちゃいいなって思いますそういう楽しみ方あるんだなと思ってだしこのガチな人はさっきその窓際にね、うん、オリジナルの生ハムみたいなだった多分焼酎とオリジナルのグラスみたいなの持ってきて割れるセットとそのオリジナルの生ハムで景色をつまみにこうやってみたいなやっぱ酒飲みからしたら最高なんだよ確かにあのレストランで普通に食事してる人もいたけどもうレストラン
段行かずに売店でつまみとかだけ買ってっていう人も結構多かったと思いますね。奴隷すごい気になる人よくわかんないんだけど、顔にね、なんかその口のあたりになんか明太子つけて、でなんか頭に海藻いっぱい乗っけて歩いてる人がいたのよ。結構しかもなんかカメラになんか入ってくんだよ、その人が。またいる。困りますよ、撮影中なんですから。大変だよとにかく男性の比率が多い。確かに、なんか意外とカップルがそこまでいないね。家族連れはなんかいて、うん、子供とかがすごい楽しそうだから、うん、家族連れにはすごいいいな。もしくは個室を取ってて、割とその大部屋の方はやっぱり男性とかが多くてっていうのはあるのかもしれないね。ということで、はい、今日はここら辺で、はい、終わりなんで、明日の朝13時半まで、はい、本日を楽しみましょうということで、皆さん、果たしておやすみなさい。おやすみなさい。早安，现在的时间是我们4:15约在外面一起看日剧，然后有知道的人的话自然落的时候要付钱，那谁会知道已经有人吗？没有了耶，我就是第一名，但是还有大概5分钟，大家都 OK 吧？来たー。あ、そこじゃない。イエーイ、カンナイは絶対来ると思った。さあさあ、誰が遅刻すんのは。ジンギスカン降りたぞ。絶対誰か遅刻しろ。これ、来てくんない。あ、あれ、あったー。絶対早く寝坊すると思ったのに。思ってますよね、洗いもん3人来てました。さあ、4時15分になります。4時15分だよね。16分になったら4:43，日出的时间是4:30，所以应该太阳在那边，可是背影晒掉的感觉，很可惜呢，应该是看运气吧。あれか、あ、見えた。見えた。ようやく見えた。すごい。来たね。感動ちょっと。え、やばい。待った甲斐がありますね。ね、1時間待ったね。綺麗です。見てくださいよ、水面に映る日の光。いい朝を迎えられたね。あ、すごい。5:23、1時間待ちました。じゃーん。パーフェクト日の出。现在的时间是7:30，就是早餐的时间。然后现在我们已经到了青森県八戸市，下一个就是北海道。那早餐的话，跟昨天晚上一样，在这里可以享受白天的呀。那这次也跟大家介绍这里的特色，还有这里有4个日本，因为这个是旅游参考的影片，所以跟大家介绍在日本的话要吃什么。まず1個共通点、納豆。これ全員じゃない？あとお米、ソーセージ、目玉焼き。確かにこれもなんか日本っぽいのかな。1個だけあったのに全員が取ってないものもあります。嘘、何？ポテトフライです。本当だ、なんで取ってないの？ポテトフライ女や。朝は控えました。ちょっと見た、朝からカレーって。旅といえばカレーって決まってんの。そうなの？日本人は。でもなんか今回も炭水化物がねちょっと多すぎてどれも取っちゃうっていう現象が起きてるでしょ。シャオナイも全部取ってる。炭水化物大好き。間違えてカレー取っちゃったんですけど、やっぱ日本はせっかくなんで、お米となんかこう合わせてこういう海苔とかふりかけとかたくあんの米とか明太子とかね、生卵そういうの合わせるのもいいですよね。あ、うまい。やっぱカレーですよ。結果一番うまい。カレー嫌いな日本人いないか。ちょっとあの本当にあの申し訳ないんですけど、ちょっと明太子をちょっと食べさせて。申し訳ないことない。ちょっとごめんなさいだ。いや、そんな仲間が食われるみたいな悲しい気持ちは芽生えてないから。申し訳ないけどめちゃめちゃうまい。申し訳なくないんだよ。いや、お前ら全員取ってんだね。ほら、取ってないね。
あ、やっぱそうなんだ。そうなんだ。やっぱ仲間意識じゃないよ。どうせまた明太子が明太子食ってるとか言われるから気にして食べれなかったんだよ。いいですよ、共食いしても。現在の水準C シャープ2点容易に進んでちょっとだろ正解だよ、学校リュウがシャワンチキだね、リュウちゃん。あ、じゃあどうだい、1点お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。コメンダオラ苫小牧港フェリーターミナル、イエーイ。ああ、ベイハイダオラコンチエス。温度也比较亮呢。我发现了几个优点跟缺点。优点就是，应该很多人用自己的车子来这边，或是摩托车之类的，跟自己的车子一起移动，是对家人来说的话，真的很方便。还有第二个，果然还是泡澡，我也体验，超级舒服呢。还有，因为这个游轮是很大嘛，所以有很多设备，餐厅，还有跟狗狗、喵喵也一起的，比较自由的感觉。对，跟谁一起来也可以享受，这个也是很大的优点。可是也有缺点，对我来说最大的缺点就是很晕呢。因为一开始我们介绍房间的时候是还没出发的时候，所以完全感觉不到。可是出发之后，我觉得一直都在。我以为这个床很大嘛，所以会稳定，可是有一点晕。所以我早上的时候有一点觉得快吐。少奈もそんなこと言ってたよね。はい。やばかったよね。酔ってました。酔い止め買いましたもんね。俺大丈夫だったけど、ハヤト君、まあ、苦手な人は気をつけた方がいいっていう感じ、うん、だから元々はあここで作業ができますねみたいな紹介してたと思うんですけど、もう一文字も打てなかった。僕は編集本は人によるかなって感じ。なるほどね。第二个是弯路不好，这个是有一点没办法，因为一直都在海上移动的话，当然没有弯。当然，他们也已经准备那个 WiFi 了，但是从 lobby 原的房间的话，那个 WiFi 也不能用这个。啊，这个应该要小心。如果想看 YouTube 或是 Netflix 都没有办法。第三个是，应该男生大数比较多的感觉。嗯。所以如果女生一个人或是只有女生的朋友一起来的话，会在意的感觉。房间的外面都是喝醉的大叔，跟我一样。总之，我们到了北海道。所以，下一部影片的话，我们要去北海道观光呢。やった！终于拍起来。よし！明天也要去吃那个，明天去那个很有名的那个地方。啊！好期待！订阅一下，然后留言留言。这次的游轮的旅程，你们觉得怎么样？然后别忘记按赞、订阅、分享这个影片。好，那今天的影片结束，谢谢大家，拜拜。拜拜。